くよです。葵だぜ。突然だけど私、会社を立ち上げるわ。いきなり何を言っちゃってるんだつくよは。今巷で大流行している、あれやこれやのビジネスをやってやるのよ。目指せ大金持ち。誰かがすでにやっていることを真似しても、ろくなことにはならないぞ。大丈夫よ。絶対うまくいく。一度大成功したら基本うまくいくわよね。その自信の根拠がなさすぎる、なら教えてやろう。一度ものすごい利益を出したはいいが、ある時を境に急転落して倒産した7つの企業を。起業すれば終わりのない場所へ進む止まらない列車と同じでな。止まるとすればそれは何らかの理由で併用した時だ。止めないで葵。今からつくよちゃんは世界に名をとどろかせてやるんだから。これはちゃんとブレーキをかけてやらないとな。早速始めちゃうぜ。よし、最初は長崎出版だ。ちょっと社名を聞いただけだと、何でも受けた会社なのかよくわからないわね。小人図鑑と言ったらわかるか？ああ、少し見たことはあるわ。なんだか肝かわいい小人さんを、少年が観察する絵本のことよね。そうだな。長崎出版は1975年に設立され、児童書を中心に本を出していたんだが、2006年にその伝説のシリーズ第1弾なる絵本、小人図鑑を発売した。これを皮切りに、小人図鑑の書籍シリーズは22作品が出版され、累計270万部を売り抜いたんだ。すごいじゃない。これで倒産するとか無理無理。さらに驚くべきことに2011年9月にはグリー。同年12月からはモバゲーからスマホアプリが出ているし、2012年には日本コロムビアが任天堂 3DS で専用ソフトまで出したんだ。2014年には映画にもなっているからとんでもないよな。これじゃ作者も出版社もボロ儲けね。2007年の長崎出版の売り上げは1億1000万だったんだが、2013年には16億2300万にまで膨れ上がっているぜ。ピークの時の市場規模は年間で50億もあったともされているんだ。ひえ？そこまでジャパニーズドリームを成し遂げた長崎出版はどうして倒産しちゃったの？一言で言うと、欲をかいたのか事業拡大に失敗したからだな。全国展開中の古着屋を買収したり、ホールディングスカンパニー制を目指した結果いろんなトラブルに見舞われて、小人図鑑シリーズの扱いを中止する事態に発展してしまったんだ。いろんなトラブル？どうも言えないようなトラブルだったとのことだ。察したわ。で、結果的にどれくらい損したの？17億4001万円だ。厳密には倒産でなく自己破産だったらしいがな。全盛期の長崎出版の売り上げを軽く超えたわね。小人図鑑はそこで終わっちゃったの？今は六輪社という会社が出版してるから安心してくれ。全国の小人図鑑ファンが悲しまずに済んだわ。そうだな、きっと長崎出版は野望を夢見てしまったんだろうな。そこが私が思う破産へのターニングポイントだ。よくわかったわ。次は平川コーポレーションだ。これも社名を聞いてもピンとこないわね。そうだな、つくよはひんやりジェルマットを知っているか？ああ、うん、冷たい敷布団みたいなものかしら。一時期流行っていたような。正解だ。今度はひんやりジェルマットに手を出して、失敗した平川コーポレーションを見ていくぜ。どんな失敗なのかしら。ところでつくよ、2011年3月11日が何の日だったか覚えているか？東日本大震災よね。それくらい私にもわかるわ。そう、あの頃は東北を中心に甚大な被害が出た上、電力不足が心配され、エコ志向が広がり始めたんだ。その時の平川コーポレーションはというと節電ムードを背景に、ひんやりジェルマットに可能性を見出して大々的に売り出したんだ。そもそも平川コーポレーションは、何屋だったの？1989年創業の寝具の製造販売会社だな。敷布団から羽毛布団、枕まで何でもござれだ。製造拠点は中国がメインなんだ。なるほどね。話を戻そう。ひんやりジェルマットは成功し翌年の2012年の売上高は前の年の2倍以上。42億円を叩き出したんだぜ。節電ムードも今も続いてるし、負ける理由はないわね。それがそうでもなかった。平川コーポレーションは震災のその年2011年に福島に新しい工場を建設して、2012年には自社の配送センターも作った。いわゆる設備投資ってやつだな。ああ、なんだか嫌な予感がしてきたわ。勘がいいな。翌年2012年以降は電力供給も安定してきて、節電ムードが下火になってきたんだ。結果、日本でのひんやりジェルマットの売り上げは落ちていくことになる。やっぱりそうなるのね。一応海外展開もしてて東アジアで売ったら意外と受けてな。2015年には54億1600万円も売り上げたんだぜ。ええ？完全に勝利じゃないの。どこで何を間違えたの？まず設備投資のしすぎ、そこが一番の失敗だ。
日本での売り上げが減ってるのに設備のレンタル費用が重荷になった。ひんやりジェルマットの類似品の登場もでかいんだ。類似品？通販サイトを見てみるといい、平川コーポレーションが作ったものではない。ひんやりジェルマットがたくさんヒットするはずだぜ。あちゃー、それはまずいわね。結局、翌年の2016年には36億8100万円まで売り上げが落ちて最終的に19億4700万円の負債を抱え、2016年に倒産した。というわけで震災の節電ムードに乗じた商売は残念ながら実を結ばなかったんだ。私も失敗から成功の秘訣を学びたいわ。2社目は、株式会社グルメンだ。グルメン？食べ物の会社かしら？そうだぜ、生麺をメイン商品に、1984年に設立された会社がグルメンだ。グルメな麺、縮めてグルメンって意味がこもってるんじゃないかな。シャレの効いた会社ね。最初グルメンは生麺から、納豆、漬物、練り物、冷食なんかで商売していた。主に中堅クラスのスーパーや商店をメインに品物を卸してたみたいだな。何よ、全然堅実な経営じゃない。なんで倒産なんて展開に？会社っていうのは常に利益を求めていく存在なんだぜ。今より利益を増やして従業員に給料を払い、設備に投資して、株主に配当金を配る。これが鉄則であり企業のあり方なんだ。あ、またなんか察したわ。さすがだな。その後グルメンは、生鮮、チルド品、冷食をメインに扱った。専用のアウトソーシングセンター事業にも手を出し始めた。アウトソーシングって？簡単に言うと外注のことだな。外部に業務を代わりにやってもらってコストダウンしたり、自社のリソースを本当に割きたいところに集中したりできるメリットがあるんだよ。ほうほう。で、その物流センターを関東を中心に6カ所に建てたんだ。それに何よりデジタルピッキングシステムを採用したことで商品の仕分けがかなり円滑になった。なるほどね、わかりやすくて正確でスピーディーな工夫が画期的だったのね。何せ、注文した品物の数量や物が一発でわかるから紙を見ながら確かめるよりもずっと早い。それでグルメンが評価されて、2011年には中小企業 IT 経営力大賞2011を受賞したんだ。そこからどうして失敗したの？グルメンはさらに経営を拡大していく。小規模な商店を展開したり、関東地域を中心の食品スーパーなんかと混営になって、さっきの賞を受賞した2011年には年商114億円を叩き出したんだ。失敗要素が見当たらないわね。ここからだ、物流センター開設に使った先行投資の負担だとか、外注してる事業の管理だとか、採算管理の見通しの甘さから収益は減っていった。しかも2010年頃に粉飾決算をしてたのがバレてしまった。粉飾決算？赤字なのに、あたかも黒字だと見せかけることだよ。粉飾決算は詐欺罪に当たるからな。それダメなやつね。そうだな。で、結局2012年には実質的な債務が20億円になったんだ。そこから配送費の削減だとか物流拠点の統合や廃止をしたりしたけれども、やっぱり赤字からの回復ができなかったんだ。まさに火の車だったのね。そして2014年までに大手スーパーとの取引の拡大だとか、グルメン従業員のリストラを進めていったんだが、その計画も失敗する。最後には40億円の負債を抱えながら2014年、スーパーマーケットの老舗、株式会社エコスが再生手続きに名乗りを上げ、ひとまずの決着がついた。というわけだ。と、怒涛の展開だったわね。負債の額も桁違いね。ああ、つまり事業を拡大しすぎたことと、粉飾決算で完全に信用をなくしたのが決定的だったと思う。嘘ついちゃダメってことね。次に行くぞ。今度は未来だ。ジパングかな？今はイージス艦の話じゃない。株式会社未来の話だぜ。どんな会社だったの？ちょっと前、ニュース番組で植物工場の映像が流れたりしてなかったか？土を使わず室内で人工の光を当てて野菜を育てる工場だ。何その超未来的なテクノロジー？実はその歴史そのものは結構あるんだ。最初の野菜工場は1957年、デンマークで始まったとされていて、クレスっていうカイワレに似た野菜を栽培していたらしいぜ。だいぶ前の話ね。すごいわ。1980年代にはオーストリアのスルナー社で、アメリカではゼネラルエレクトリック社が野菜工場の事業を始めたんだが、いずれも失敗しているようだぜ。ではいよいよ未来について話そうか。どうして未来は失敗したの？もう失敗してる先駆者的な企業もあったのに。そうだな、まずは結論から言うと生産コストが高すぎたからだ。え？2004年に創業して事業に乗り出した未来にかけられた期待はものすごかった。無菌で安全、天候に左右されない、未来の栽培技術なんかだな。
それを聞く限りではすごく良さそうだけど。それでもダメだった理由は、さっきも言ったが育てた作物の単価が高すぎることと、経営のノウハウや取引先が足りなかったのが敗因とされているぜ。設備のシステム設計や栽培のプロはたくさんいたらしいんだが採算が取れなかった。ちなみに何を育ててたの？レタスだ。地面に植えて作る普通のレタスはだいたい1キロ300円から400円だ。だが未来が利益を出すには1キロあたり1000円で売る必要があったんだぜ。ほうほう。だが出荷先が少ないためにやむなく800円に値下げして売りに出したんだ。まあ最低1000円のところを800円で売ったんだからな。売れば売るほど赤字にもなる。高い上に売れれば損をするってただの地獄じゃない。そうだな。最終的に未来は6億2100万円の赤字を出して2015年に民事再生法の申請を出したんだ。短い夢だったわね。ああ、その後未来を初期から見守っていたマサル工業と未来という会社が、未来の事業を引き継いだが、すでにその過程で負債は15億円まで膨れていたんだ。やっぱり地獄じゃないの。だが悪い話ばかりじゃない。経営体制が変わった後1000円以上でも売れる販路を見出したり、野菜工場の設備やノウハウを売るなどして少しずつではあるが持ち直してきてるそうだ。それは何よりね。お次はエプコットだ。なんだか先進的な響きね、エプコット。で、そのエプコットっていう会社はどう失敗したの？まずはエプコットが何をしていたかという話だが、この会社は1985年に設立した DVD や映画配給を手掛けたり、海外の番組の輸入なんかをしていた企業だ。例えばどんな？映画好きのつくよならエルム町の悪夢やハモンハモンは知っているか？もちろんよ。エルム町の悪夢は13日の金曜日とともに80年代を代表するヒットとなったもの。さすがだな。エプコットはそんな名作、終作の外国映画や、オリジナル DVD を販売していた会社だぜ。ちなみに映画配給の時はエプコットでなくアルシネテランの名前で出していたから、エプコットの名前を聞く機会はなかったかもしれないな。そうだったのね。でもそのビジネスはうまくいきそうだけどね。設立当初は順調に利益を得てきたんだ。2004年の韓流ブームが到来した時先駆者のエプコットは利益を上げていったんだ。韓流ドラマや映画は一時期、狂ったようにお茶の間で流れていたよね。そのおかげで2009年のエプコットの売り上げは26億3900万円にまで増えたんだ。翌年2010年には26億5400万円の売り上げを記録したぜ。お隣さんから映画なりドラマなりを買って、それを日本で流すだけ。さぞ笑いが止まらなかったんじゃないかしら。その通りだ。だがその無双状態は終わりを告げる。韓流ブームに大手企業が参入してきたんだ。それあかんやつ。そのせいで韓国ドラマの値段が5倍くらいになったそうだ。2012年頃になってくると日韓関係が悪化してきて韓流ブームも衰退の空気が漂ってきた。その証拠に2013年はエプコットの業績は赤字となっていた。そこで同年エプコットはなぜかゲーム事業に参戦する。ほう、どんなゲームだったの？女性向けゲームだ。要はイケメンとキャッキャウフするやつだな。ちなみに翌年2014年にサービス終了している。1年か、えらい短命ね。韓流ドラマで大手に敗北、ゲーム事業でも敗北、とどめに2015年に不適切な会計処理が発覚。その結果信用を失って銀行から資金が調達できなくなって、もともと赤字だらけのエプコットの命運はここに決まったんだ。ウハウは時代から一転、どん底になったのね。最終的な負債は、関連会社のパピルスと合わせてエプコットが20億円。パピルスが1億2000万となりエプコットはその企業としての役割を終えたんだ。世の中そうそう甘くないのね。次は平和堂貿易だ。また聞いたことのない会社ね。まあ、一定の年齢以上でないと知ることはまずない会社かもしれないな。どういうこと？だいたい1970年から1980年にかけて平和堂貿易はいろいろなテレビ番組に、スイスの高級腕時計テクノスを景品として提供していたんだ。だいぶ前の話ね。テクノスの時計はいくらくらいしたの？数十万や数万円だな。レア物はそれなりの値段がついていたりするが基本的にお手頃価格のブランドだ。さすがにロレックスレベルのをばらまけるほどではなかったのね。そういう価格レベルの品も扱ってたと思うぜ。要は当時の平和堂貿易はテレビで社名を売っていたんだよ。平和堂貿易よりスイスの高級腕時計テクノスをペアで差し上げますと言わせて、バラエティ番組やクイズ番組のフレーズとして定番化させた。その結果平和堂貿易の当時の知名度はかなり高かったと思われるぞ。そんなに絶好調だったのにどうして失敗したの？売り場を高級な百貨店から動かそうとしなかったこと。常連客ばっかりで新規のお客さんを獲得できなかったこと。
あとは若手の流出で世代交代ができなかったからだと言われているな。身内だけでの商売になっていたわけね。あとは若手の流出だが海外企業による社員の引き抜きヘッドハンティングが頻発した。もともとコネや信頼の厚い有能な社員を引き抜けば、日本での事業がスムーズに進むと考えられていたからだ。えぐいわね。引き抜きなんてのは当時は割と当たり前だったんだ。それでもって平和堂貿易の売り上げは1990年代前半は120億を叩き出してたんだが、2015年には11億にまで落ち込んでしまった。ただそれだけでここまで変わるの？時代のせいもあるな。バブルが弾けてもう本物の金持ち以外は、100万も200万もする時計は買えなくなってしまった。その後1992年と2002年に、社長が2度も交代するという波乱の展開を見せるも力及ばず、平和堂貿易は2016年に消滅したんだ。負債総額は7億円と言われているぜ。私にはもっといいやり方があったと思うのだけどね。さて、最後は大山豆腐だ。峠は攻めないのね。そんな豆腐屋がそうそういてたまるか。それもそうよね。大山豆腐は首都圏を中心に事業を展開していた豆腐製品メーカーだ。設立は1985年。量販店やスーパーを中心に大山豆腐や、麦とろ納豆を主力商品にしながら急成長していったんだ。もしかしたら私も食べたことがあったかもしれないわね。当時首都圏に住んでたら多分あると思う。2005年に大山豆腐は飲食事業にも手を伸ばし、豆腐本陣、山水亭という飲食店を構えたんだ。今のところ順調そうよ。山水亭の価格帯はなかなか攻めたもので料理も一品あたり1000円以上はする高級志向な店だったんだ。2008年には大山豆腐は売上44億7000万円を叩き出したが、あとはわかるかな？わかるけど、どうしてダメだったの？飲食店事業もそうだし過剰な投資や原料の値上げもあって2016年には売上が18億7600万円まで落ち、負債額が30億円にもなっていた。そして2017年大山豆腐はその歴史に幕を下ろすことになったんだ。どこかでその悲劇を予想できなかったのかしらね。難しかったんじゃないかな。大山豆腐はいわゆる家族経営の企業だったと言われているからな。商品を生み出すアイデアは良かったが全体的に風通しの悪い社風だったと考えられる。なるほどね。30億の負債だったら事業を売却して、かつ優れた拾い手がいれば救えたかもしれないとの声もあるんだ。結局、大山豆腐も他に紹介した会社の例に漏れず引き際を誤ったんだ。もっと早く事業を縮小していれば助かった可能性もあったぜ。そうね、美味しい会社をなくしたわ。はい、というわけで急転落して倒産した企業を紹介したがどうだった？やっぱり全体的に引き際を間違えたパターンが圧倒的ね。あと身の丈に合わない投資とか。その通りだな。最初にも言ったが企業というのは利益を追求しなければならない組織で、一度走り出したら利益を上げ続けなきゃならない。今回紹介した会社は大体その掟に縛られすぎて、自滅していったんだろうな。そうね、経営もガチャも引き際が肝心というのがよくわかったわ。ガチャはともかく、倒産の他にも会社が傾いた例はたくさんあるからな。いろいろ紹介してるから、失敗から人生を学んでくれよな。OK、参考にするわ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。